六角橋。六角橋は神奈川県横浜市神奈川区の町名である。1965年7月1日に住居表示が実施されるまでは六角橋町であったが、それ以降は六角橋が正式な読み方になっている。六角橋一丁目から六角橋六丁目まである。住居表示実施済み区域。郵便番号は221-0802。 本校では当地にある六角橋商店街についても衝述する公設三省。ほぼ全域が住宅街である。大正期までは、関大寺寄りの内陸部を中心に純農村の姿をとどめていたが、大正期の私鉄開通と関東大震災、太平洋戦争の空襲による市街地からの移住を経理、に多くの人が住むようになった。かつての六角橋は、上町、 北町及び中町、東町、西町などの町名があったが、現在では区画整理によりかつての六角橋より広い地域を取り込んで、1から6丁目に分類されている。かつての町名は、横浜市営バス停留場の名称や、杉山大臣の大祭での越し報道単位に、その名残を止めるのみである。特に、昭和初期に、横浜専門学校、 原関長和大学が3丁目及び4丁目に移転してきて、以来、学校周辺から駅周辺にかけて、小規模商業施設が集積し、1丁目、3丁目近辺が学生街として賑わうようになった。敷地全体の標高を最も低い校舎に合わせているため、4丁目のグラウンドとテニスコートはその、周辺の住宅より、約20メートルも低くなっている。 四丁目から六丁目は主に住宅街である。四丁目十三番には、私立白百合幼稚園があったが、学費が安い私立佐賀瀬新幼稚園に入園者が、流れてしまったこともあり、廃園になった。五丁目十番にある、報酬寺には、日本穂高が泊まったとされる、大友久子王の伊予の跡と、大友久子正幸奮起がある。 古くからの住宅街か起福に富んだ地形なので大きな通りから一本入ると坂や狭い道になるところが多い。狭い旧坂を下ったら階段や行き止まりということもある。旧津島街道を含めかなり大きな道でも一方通行の道もあるので車を運転する人は注意する必要がある。漫画家の持月美希也が住んでおり、かつては山本凛だ。 矢沢永吉、岸慶子、作家の矢萩俊彦が住んでいた。ラジオナビゲーターで作家のローバート・ハリスは、幼少時、そして、豪州からの帰国後も六角橋商店街の近くに住んでいることを公言している。隣の篠原台町には、五木博之の仕事場がある。浜田翔吾は、神奈川大学学生時代に下宿に住んでいた。横浜橋通商店街。 幸福寺松原商店街、大口通商店街と並び、戦前から続く市内有数の商店街である。旧津那島街道沿いに、白楽駅と六角橋交差点を結ぶ、約500メートルのメインストリートをはじめ、数多くの路地が網の目のように存在する。白楽駅を頂点とする、緩やかな坂道になっているため、白楽駅側を上、 六角橋交差点側を下と呼ぶ地元住民も多い。昭和三十年代の建物が多く残っており、しばしばテレビドラマの撮影などに使用される。なお、六角橋商店街の読み方は正式に六角橋商店街である。旧津島街道は古くから小机神奈川宿館の街道筋であり、付近の農村から農産物や木糸が横浜方面に運ばれるため、 農家相手の商店が多くあった。戦後すぐにバラックが集まる闇市として発展し、現在の商店街の形となっていった。かつては横浜市電六角橋線が横浜上朝を線上を走っており、多くの買い物客で賑わっていた。終点は六角橋交差点付近で、現在の六角橋一丁目一番に切符売り場があった。 六角橋二丁目の通りが車庫となっており、不自然に道幅が変わっているのは、当時の車庫の名残である。横浜市営地下鉄ブルーラインの建設計画では、三沢下町、岸根公園館を、ほぼ直線に結ぶルートで、六角橋3.4丁目付近の住宅街地下に、駅を設置する案が、有力視されていい。しかし、現在の三上町、片倉町周りのルートに変更され、 六角橋は通らなくなった。表向きは住宅街の直下を走ることによる騒音を懸念した住民への配慮であったが、実態は横浜駅、館内、港未来方面へ買い物客が流出することを恐れた六角橋付近の商店街関係者による反対運動や付近を通る東急電鉄の横槍であったとの見方もある。なお、東急電鉄も1990年代の 東横線ダイヤ改編時に、白楽駅に急行を止める案を地元に打診したが、六角橋商店街の反対により見送られた。二つあった映画館、白楽駅前、白鳥座及び六角橋商店街、上朝を線付近、紅座も1980年代に亡くなった。その後は、全国的な商店街衰退の波に逆らえず、二店舗、あったスーパーマーケットのうち、 絹やスーパーが撤退し、ピーコックストアのみとなった。六角橋商店街から外れるが2010年頃に、神朝汚染沿いに、スーパー青葉が開店した。青葉は、地元商店街との共存を図るため、駐車場を、商店街買い物客に、無料開放している。ピーコックストアは2016年末に撤退したが、その後、スーパー、平屋が、同一建物で営業をしている。 約160の店が軒を連ねている。神奈川大学から白楽駅に至る旧津那島街道は、車が通れる道路だが、商店街を訪れる人と学生の往来が激しい。上、道幅が狭く、路上駐車が多いため歩行者天国状態である。旧津那島街道の西側に並行して、アーケードに覆われた中見世通りがある。すれ違うのが、やっとの通路の両側に、 雑貨や、惣菜や、肉や、魚や、八百屋、おもちゃ屋など、どこの商店街にもある定番の店から、今ではあまり見かけられなくなった干物や、金物や、呉服や、下駄や、造履や、骨董品屋などが所狭しと並んでいる。後継者不足で廃業が相次ぎ一時は、シャッター街になりつつあったが、後述する催し物による集客や様々な、 取り組みにより2011年5月時点で、空きテナント数は0となっている。積極的に、昭和の商店街をアピールし、また新しく、テナントとして入る店も、開雇趣味を全面に押し出した店などがあるため、独特の雰囲気がある。ただし、古くからの商店は、持ち家で営業している店が多いが、商家の高齢化や業種によっては不採算も進み、 また商店街でしばしば起こる火災の跡などは営業を再開きない場合があるため近隣地域同様2000年代以降は商店街中のマンションが増えてきている春から秋の毎月第3土曜日の夜にはドッキリ闇市場ドッキリ闇市が開催されるこれは地元の神奈川大学の学生と協力して開催しているものでアジアのナイトマーケットをモデルとしており 閉店後の商店街を有効活用し、フリーマーケットや音楽ライブダンス、大道芸といった様々なパフォーマンス、プロレス団体大日本プロレスによる商店街デスマッチなどが行われている。2014年10月18日には第100回目を迎えた。中でも伝説の大道芸人とされるギリアーク・アマガサキは10年にわたって舞踊を披露している。他にも毎月6日に 翌のし、春には、春のドッキリし、夏には、サマーセール及び、大道芸祭り、秋には、秋のドッキリし及び、ハロウィン、冬には、クリスマスセールというように年中様々なイベントが、開催されている。2005年の2月と3月に放火事件があり、2月の放火では、中店通りの、約10分の1の店が被害を受けた。 昭和三十年代からの木造の建物が多いため、被害が大きくなった。この被害を受け、商店街の役員から商店街の大規模改修や、移設などの案も出たが、小規模店ばかりの商店街なので負担が大きく、また後継者のいない店も多いため、話が進まないのが現状である。これ以後諸葛の消防署員と、地元の消防団、商店街の三社で見回りを行っている。 2011年8月には六角橋交差点寄りの店舗が火元とみられる火災が発生。周囲にも延焼し17棟が消失した。商店街でただ一つ残ったピーコックストアが2008年5月末から改装工事に入り、一時は商店街にスーパーマーケットが一つもないという事態になったが2009年11月に再オープンした。 2011年12月には、複合商業施設、ビッグライズ六角橋として、食品館アオバを中心にハックドラッグ、サイゼリア、さらに鹿及び皮膚科の病院も開設され、商店街との共用駐車場も約200台分新設された。高齢化などにより廃業した店舗を賃貸として、新しい経営者に貸すことにより、シャッター通りとなるのを防いでいる。2017年、 平成29年12月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。神奈川区関大寺1丁目、関大寺4丁目、斉藤文町、中丸、栗田屋、白楽、西神奈川3丁目、江北区篠原西町、岸根町、篠原町。最寄り駅は、 東急東横線白楽駅、東白楽駅、横浜市営地下鉄3号線、岸根公園駅。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。